吉田さん、タイに行ってきますですか、ね、片っぽではね、あの世に行ってきますみたいな人もいるんですよ。というのがね、あのウィニーってあったじゃないですか。ウィニーっていう映画が昨年公開されたのを今、ネットフリックスで見たんですけども、いやものすごい内容ですね、これはね。あの、真実と美大一文変わらない映画になってますね。で、この、 主人公たるウィニーの開発者、金子勇さんが裁判で足止めを食らってる間に、ガーファの時代がやってくるわけですよ。で、このガーファよりも、ウィニーっていうのは、洗練されたものがね、ガーファの前にリリースされていたところが、またこれね、なんともね、意味深いなと思います。で、その後、金子さんは裁判を終えて無罪を勝ち取ったんですけども、すでに2年半の時が過ぎていて、 職場復帰はするんですけども半年後にね消されるんですよね不審死を遂げるんですよでここがまたね事件の闇と言いますかあの確か日本製の OS 今でいう Windows とかねそれから Apple でも SAFARI とかあると思いますけども、うん、あれの前に日本製の w i n d o w s ってのがあったわけなんですよ l i n k か l i n k ってのがあったんですけども リンクスの開発者が12人まとまとってね出張するために飛行機に乗ったんですよでその飛行機が墜落してほとんどの方が上死亡したっていうね日航123便っていう事件があるんですけどもこれもなんかねすごいなと思いましたね、うん、無理やりそこまでするかみたいな要するに日本の技術の発展を止めるためにだったら何だってやるぜみたいな、まあ、そんなね説があるわけなんですよ あくまで説ですけどね。本当にこの放送をディープステートが見ていれば、お前余計なこと言うなって、私のね、動画も公開が制限されどうすれがありますけどね。まあ、こういう説があるってことですからね。説ですからね。真実は闇の中。そして、私たちは、許されたテクノロジーで、なんとか這い上がるのがやっとというところかなと思います。じゃあ、ウィニー。